ゾーンメルト法の概念図ゾーンメルト法とは不純物の多い金属のインゴットから純度の高いインゴットを生成するための不純物、分離法である。ゾーン生成法はインゴットの末端に不純物を分離する、あるいは分析などを目的に不純物を濃縮するために利用される。これに対してゾーン均一法は不純物を材料に均一に含ませる方法である。 トランジスターやダイオード半導体の製造において、ゲルマニウムインゴットは、ゾーンベルト法によって製造される。次に、少量のアンチモンを誘拐症に加え、インゴット中を通していく。適切な加熱条件の選択により、アンチモンを均一にゲルマニウムに溶け込ませることができる。まず、棒状のインゴットの一端を部分的に加熱して、溶融させる。この時、 流れて大きく変形するほどには溶かさない。ついで加熱する箇所を移動し、溶融している部分を順次反対側の端まで動かしていく。すると、液体、固体間の相転移現象において、液体側に不純物が排出されるような働きがある。物質では、以上のような操作により、再度固体になった部分からは不純物が除かれ。 溶融部分に残った不純物は最終的にインゴットの末端に集まる。この手法はトランジスタに必要な高純度の半導体半金属を効率的に売るゾーン、生成法として1952年にベル研究所で助手として働いていたウィリアム・ワードナープ、ファンにより発明された。手法自体は半導体半金属に限らず平行で個体及び、 液体段階で不純物濃度にかなりの違いがある。どのような溶質、溶媒系においても応用することが可能である。似通ったプロセスにゾーンサイメルト法がある。これは複数の溶質を純水金属に分布させる方法である。これは半導体製造に重要であり、異なる電動率の複数の溶質が使用される。ゲルマニウムにおいて、 V 族のアンチモンやヒ素など5価の元素は負の電動をもたらす。アルミニウムやウ素のような3族の酸価の元素は正の電動をもたらす。そのようなインゴットでゆっくり再冷却している部分を溶かすことにより加熱した帯域の中の溶質は均質に分配される。結果、望ましい NP と NP 接合が作られる。様々なヒーターがゾーンメルト法に使用されている。 その最も重要な特徴は、インゴットを通して、一定速度で移動し、短い誘拐体を作る性能である。一般に、誘導コイル、リング状の抵抗ヒーター、ガス炎が使用される。他の方法は磁場中に液体を保つようにセットされた、インゴットを置き、記事力で直接電流を流す方法である。テレビ番組、電子立国では、ちょうど良い移動装置がなかったため、 バケツに穴を開けて水時計方式の移動装置を自作した等の当時の日本の研究者の苦労話が再現されている。ありがとうございます。